寒っ。やってきました。1ヶ月ぶりぐらいかな、夜の KBC。 行ってみるか。ここからね、入れないですよね。時刻は午前0時15分を回りました。ははは、いやいや、新年一発目の木曜ドームスタートです。ははは、ここで簡単ですが企画の趣旨を説明すると、番組がおすすめする今食べてほしいグルメ情報と、福岡で最も影響力があるラジオ DJ が、これ俺が言うのか、おすすめする音楽が融合した実験的な企画です。今回その第2回目。はっはは、 SNS で話題、行列ができる大人気のハンバーガー、どんなお店なんでしょうか。とりあえず VTR 行ってみましょう。そっか、これフリーなんだね。フリー、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 フリー。肉串屋、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 肉串屋。1円すごいね。で、曲と。ここフリーでしょ。でよーし、いけそうかな、大丈夫かな。いやー、緊張しますね。誰もいないですね今。一応10時スタート予定で今9時40分ぐらいですけど、準備は整ってますけどね、スタジオには誰もいません。あれやったっけ、そのマグズの方で喋ってるのは何曜日やったっけ。僕日曜日が回ってきて、日曜日、はい、んじゃあれだな、俺覗き行けるな。日曜日来ることありますか。あのね、劇場の方が、そうそうそう、はい、劇場の出番が日曜日なの。11時半から2時まで、2時までね。初めていいぞにこの間来ました。HKT の劇場を見る。最初そこに行ったんですけど、はいはいはい、入れなくて、ドーム側回ってくださいって言われて、ドーム側までぐるーま、一番上まで行って、ここじゃないですからの一番下頃。では、母が寝てる。聞こえます。聞こえますよ。逆に聞こえてますでしょうか。よっしゃ。すげえ、すげえ母言ってる、怖ーい。いやいや、暑いから、暑いから脱ぎなさいよ。怖いよ。はあ、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 言ってほんと。メガネも曇ってる。では、いつでもどうぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。時刻は0時15分を回りました。新年一発目の木曜ドームスタートでーす。チャレーズ、コウズマユータでーす。そして、コンバットでーす。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと2回目あったやん。しかも今日新年一発目の。ちょっと待って、新年一発目っていかに重要か分かってる？確かに。本当。いやだよ、その年のスタートって絶対大事やからね。そうですよね。そうよ。大丈夫なの？日本シリーズの第一戦は絶対落としたらダメでしょ。すごいとこと並べますけどね。そういうことですよ、あなた。でも、なんか好評だったみたいだね。そうなんですかね。2回目があるってことは多少は。そうですね、結構皆さんから。お声掛けいただきました。小島君は、はい、ここだけの話、はいはい、数字は良かったらしい。あ、本当ですか、はい、僕がやっぱりあのツイッターでたくさん自作自演のコメントをしたからですかね。そういうわけじゃないですか。自作自演のコメントしちゃったの。いろんなアカウント作って自作自演のコメントをしてたっていう説もありますけど。言ったらダメ、そういうこと。でもすごいありがたいですよ ね。いや、ここで簡単ですが企画の趣旨を説明いたします。番組がおすすめする今食べてほしいグルメ情報と、福岡で最も影響力があるラジオ DJ が、ちょ、これ自分で言うことになっちゃってるんですけど。ものすごい恥ずかしいよね。ものすごい恥ずかしいから噛みますよ、これ。福岡で最も影響力があるラジオ DJ がおすすめする音楽が融合した実験的な企画。
今回はその2回目でございます。早速ですが、1軒目のお店行きたいと思います。行きましょう。SNS で話題、行列ができる大人気のハンバーガー話題みたいですよ。そうですか。そう。楽しみです。どんなお店なんでしょうか。はい、これをやんなきゃいけない。消えてる。で、VTR1 ってやつですね。はい。リピート必至のハンバーガーが1軒目のご紹介でございます。なんかもう具が多すぎて、なんか縛らない感じやったね。あれは、もうすぐ食べたいですけどもね。食べたいけど、顎外れるよ。ね、あと、可愛い子が出てくれたらそれでいいよ。ね。一発目は見たいでしょ、可愛い子が食べてる。あ、無理して頬張ってるところ。おカメラ倒れちゃった。大丈夫、GoPro 倒しちゃったよ、もう、小島くん。この声は誰ですか？ゆうみちゃんや。リンクのゆうみちゃんや。うわチーズすごい。うわうわすごい。うわ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 すごい。ちょっとかけてかけてかけて浴びたいぐらいの。うわうわ何これすごい。はめるわ。これでこれ挟むってことですよね。むっちゃうまい。うおー、でかチーズ、あー、いいや。いい絵ですね、これまた。うわ。おぉうわ、ちょっと、いやらしい感じになってる。すごい。チーズ出ちゃってるよ、こんな。うわ、これすごくない？これをやってくれるってことですよね。ゆうみちゃん。よかったね。もう肉汁が。すごい。溢れてる。うわうわすごい。おい、伸びすぎやろ。もう何よりも女性、高木さんでよかったですね。よかった。はぁ、ほっとした。これで今回大丈夫じゃないですか、新年一発目は。これだけで。では、こちらの料理をイメージして、曲を届けるという、これ。はい。今回も企画でございますんで。はい。小島くんのお仕事です。そうなんですよ。皆さんに聴いていただきたい一曲。リンネ、スノージャム。お送りしたのはリンネ、スノージャムでございました。では、2軒目いきたいと思います。はい、ました。去年11月にオープン、高タンパクでヘルシーな鶏焼肉専門店。いいですね。鶏焼肉ってなんか、まあわかりますけど。焼き鳥じゃなくて鶏焼肉、ね。ちょっと違いますよね。ちょっと違うね。そうなんです、うん。どんな感じなんでしょうか、見てみましょう。ああ、来ちゃった。嘘と。あれ？この男か、もう、この男には食べさせたくなかった。これほんと、なんでこっちに行かしてくれないんだろうね。あ、そうですよね。そうなんです。僕なんか一切そんな話も何にもなかったんですから。逆に小島さん食レポできるんですか？できないんです。じゃあ言うな。美味しいしか言えないんです。いやいや。この料理をイメージして、今皆さんに聞いていただきたい一曲。何でしょう。シナの八重。ダメなあなたのまま。お送りしたのはシナの八重、ダメなあなたのままという曲でございました。シナのはひらがなで、ヤシの木の矢に恵みの旧字体でシナの八重さんという、ちょっと難しいお名前です。これそっか、テレビだから別に文字を説明しなくてもいいんですね。文字は今出てるんですね、きっと。ついラジオの癖で、全部これ言いたくなっちゃう。いや、もう完全にラジオの人やね。では続いて、3軒目いきたいと思います。はい。国産和牛を中心に使用した肉串と創作の肉寿司です。どんな感じなんでしょうか、見てみましょう、どうぞ。うわぁ、これ串に刺すお肉じゃないね。綺麗な、この霜降り。おい、ちょっともっと大事に食べて、大事に。分かってんのか、おい。ちぎれますっていう言い方。どんだけすごいことか。出た、タン。うわ、牛タンステーキ牛、ね、タンをね、安くないですか、しかも。厚さでね、出せるってことは相当自信があるんだよ。なるほど。さらに。出た！何これ。ダメだって、もう主演が渋滞起こしとるやん。ほんとだ。三人主役おるやん。トリプルゲストみたいな。ここでお店のご厚意でですね。はい。お会計の際にどうも見たと言っていただくと、うん、人気の串5本セットを、これ間違いかな？ 1 円で食べられるチケットをプレゼントしてくれる。はぁ、あ、大丈夫？何間違いないのこれ。小島くん間違ってないのこれ。1円って書いてある。人気の串5本セット1円って書いてある。ほんとだ。
じゃあこのお店をイメージいたしまして、また楽曲選びました。皆さんに聴いていただきたい一曲、はい、バックナンバーエメラルド。お送りしたのはバックナンバーエメラルド。もうドラマの主題歌として書き下ろされた楽曲、うん、あの危険なヴィーナスですよね。はい、見てたんですね。見てましたよ。だって東野圭吾さんのね、毎週誰が悪いのかなと思いながら、ね、もう一緒に見てましたけども ね、あっという間にエンディングでございます。はい、2021年最初の木曜どうも、高妻優太とコンバットがお届けしております。はい、どうでしたでしょうか。いや、違うのよ。だから。3回目だったら、じゃあ今度は行ってみたいですか、現場。行ってみたいし。めちゃくちゃ喋るのよ。無音が6秒以上で無理なんですよね。そう。あのね、ラジオだったら事故だからね、それは。そうなんです。ラジオって何秒で事故ですか？なんかあの、8秒ぐらいって言われてますけど、ね、だから8秒行っちゃうとまずいから、だいたいもう反射的に5秒から6秒の間で喋り出しちゃう。こうやって、まあ。要はお店の映像を見てるじゃないですか、はいはいはい、その時にもうずっと喋ってるから全然聞こえない。邪魔さ。あ、もはや邪魔。邪魔だよ。見てる時は邪魔よ。でもこれだけ反省点が出るということはですよ、これは第3回をやらないとこのままで終われないということですよね。うわ、前向きやな。なんとかこれをどっかに伝えていただいて、どこに伝えればいいんでしょうか、わかりませんが、はい、やっぱりその小島君の肺活量がすごいなと思った。今度こそ好きなもの食べたい。で、はい、3回目がもしありましたら、中継じゃねえや。3回目がもしあったら、レポートに行けるのかな、わからないですけどもね。もし3回目があれば皆さんお会いしましょう。お願いします。さようなら。さようなら。はい、OK です。はい。ありがとうございました。3回目があるのか。